久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一郎、参る。
破れられぬ。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
これは。目覚めたようじゃな。どうやら、まだ死の定めではないと見える。さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。わしが掘る仏は、どうご思わず。世話好きな娘に頼まれてな。わしは、お前さんのお守りを預かっている。こいつは、もともとは主の主から託されたものじゃろう。また、持っていっちゃどうだ。まあ、このまま苦難の道を進むかは、お前さんの好きにすりゃいいがな。そうかい。まあ、お前さんの好きにするといいさ。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。